皆さんこんにちは。引きこもりアワーの時間です。本日は2024年7月の29日月曜日でございます。気温は27度といったところでございましょうか。なんかそんなに高くないですね。それは収録時間がちょっと早めだからでございます。日中はきっと高くなることと思いますので、くれぐれもこの放送公開の時間帯にはお気をつけいただきたいと思います。そしてはい、本日お便りをまたまたいただけてますよ。もう本当にお便りありがとうございます。じゃあですよ、もうどなた様からかいただいたのか、もう早速拝見しちゃいたいと思いますね。いきますよ。じゃん、ペンネーム瀬戸佳さんよりいただきました。瀬戸佳さん、お便りお久しぶりじゃありませんか。いやいや、そうでもないよって思われていらっしゃるかもしれませんが、僕の中ではお久しぶりですからということでございまして、はい、瀬戸佳さんからいただきました。そうしたお便りでございます。一体全体どのような内容が書かれていらっしゃるのでございましょうかね。やっぱりあれしかないなって僕は思っております。それはやっぱりタイムマシーン。絶対そうですよね。僕ははい、そうだなって思ってまして、じゃあその謎が解明されるのかどうかを楽しみに拝読させていただきたいと思います。いきますよ。じゃん、リス君こんにちは。はい、瀬戸佳さんこんにちは。本日もどうかよろしくお願いいたします。もうタイムマシンについて瀬戸佳さんはものすごい知識があると僕は睨んでおります。だって先日宇宙のことに関してお詳しかったのでございますからね。ですから僕の中ではそうした不思議体験といいますか、不思議な現象、これについては瀬戸佳さんがご担当というところを睨んでおりますとのことでして、引き続き読ませていただきます。じゃん、数日前にリス君が獅子座と連呼していたので、獅子座の私はお便りしたかったのですが、お仕事もりもり中でしたのでお便りできませんでした。そして獅子座の私は今日土曜日がドンピシャのお誕生日ですよ。もちろんお祝いの歌を歌ってくれますよね。パソコンの前で正座して座って待ってますからね。そうそう、なぞなぞの答えは全然わかりませんでした。答えどこかでもう言いました？聞き逃したかな？まだだったらどうか教えてください。なぞなぞって頭が固いのか苦手なんですよね。あ、個人的には答えは次の日に持ち越しでも良いかと思います。次の日の楽しみもできますしね。では今日はこの辺でまたねー、とのお便りをいただけてますからね。途中つっかえちゃってすみません。なかなかつっかえずに読むって難しいですよね。でも比較的僕はリスの中ではつっかえない方に感じられてはいただけませんか？そういう感じしますよね。そしてあれタイムマシンに関しまして全く触れていらっしゃいませんが、
一体これどういった了見なのでございます？そこはそれとして気になってはおりますが、でも本日はとってもおめでたい日ということでございまして、もうタイムマシンのことは忘れましょう。そうなんでございます。お祝いをしたいと思います。じゃあちょっと冒頭から振り返ってみますね。はい、そういうことでございまして、数日前にリス君が獅子座と連呼していたので、獅子座の私はお便りしたかったのですが、お仕事もりもり中でしたのでお便りできませんでしたとのことでして、本当にせとかさんはエブリデイお忙しい、そんなイメージがございます。ですから本当にこうしてご覧になっていただけるだけでもありがたいですのに、さらにはお便りもいただけますこと、ただただ本当に心底ありがたいばかりでございます。どうかご無理せず、はい、ご覧になる時も忙しい時は、はい、スキップしちゃってもまあ寂しいですけれどもね。はい、でもはい、構わないと思った次第でございます。一番の大切なことは瀬戸香さんが、はい、体調不良にならないこと、お忙しさの中で心が疲弊しないことでございますからね。ですから本当にお時間ありました時にお付き合いいただけますと嬉しいばかりでございます。そしてですよ、ここからがとってもまたまた大事なところになりますよね。はい、それがまず、そして獅子座の私は今日土曜日じゃなくて月曜日がドンピシャのお誕生日ですよといただけてますからね。はい、土曜日って読み間違えちゃいましたけれども月曜日でございます。まさに本日お誕生日でございます。瀬戸香さん、お誕生日おめでとうございます。もうそしてはい、もちろんお祝いの歌を歌ってくれますよね。パソコンの前で正座して待っていますねとのことでございますから、どうぞ足を崩してお待ちくださいませ。それでは、はい、お誕生日の歌わせていただきます。とってもおめでたいでございますから、では行きますよ。じゃあ行きます。ハッピーバースデー瀬戸香さん、ハッピーバースデー瀬戸香さん、ハッピーバースデーディア瀬戸香さん、ハッピーバースデー瀬戸香さん。結構キーが高いですね。そこ思いました。キーが高いのでもうちょっと僕の中で、はい、失敗しちゃいましたが、でも心を込めて歌わせていただきました。ハッピーバースデー瀬戸香さん、お誕生日おめでとうございます。とってもめでたいですよ。そういうところを、はい、強く感じます。それによって僕もなんだか今日ハッピーに過ごせるんですよね。はい、ですからお誕生日ってどなたかのお誕生日があると僕も嬉しくなっちゃうということでございますから、なんだかこうしてお伺いできるとウキウキするのでございますよ。ですのでそんなウキウキをくださいまして、瀬戸香さんありがとうございます。じゃあ本日どうなんでしょうね、お夕飯とかケーキ食べられます？それにお誕生日プレゼント、これいただけたりいたします？お誕生日プレゼントってなかなかそうですよね、大人になるにつれちょっともらいづらくなりますよね。それはありますが、いただけると嬉しいなとは思いましたよ。ですので瀬戸香さんがお誕生日プレゼントをもらえますこと、僕は
とっても願わせていただきます。そうなんですよ、ご家族の皆さん、ちゃんとご覧になっていらっしゃいます？そこやっぱり瀬戸香さんにお誕生日プレゼントをお渡しする、これとっても大切なことでございますよ。ですからくれぐれも瀬戸香さんへのお誕生日プレゼント、はあ、そうか、もしかしたら瀬戸香さんっていうお名前が本当のお名前じゃなくてペンネームかもしれないっていうところありますよね。ですからご家族で見ていらっしゃったとしてもわからなかったりする可能性がございますよね。そういうところがあるなって気がいたしました、とのことでございますから、もうもうただただじゃあご家族さんが気の利いた方でいらっしゃることを願いますとのことでして、とってもおめでたい日でございました。改めまして瀬戸香さん、お誕生日おめでとうございます。何歳になられました？それは絶対に聞いちゃいけないことだと僕はなんとなく察しましたから。そうですよね、そういうのは聞いてはいけないことっていうことを僕はつくづく思います。それが何歳であっても、はい、聞くのはあんまりよろしくないなっていうのを思っているのでございますよ。そうなんでございます、そうなんでございます。ですからご年齢っていうのは重要な部分じゃございませんよね。はい、そうなんです。生まれた日が今日である、そして世に誕生した日が今日であるっていうところがとっても大切なのでございました。ちょっと噛んじゃってすみませんね、本当に。そういうことでございますから、お誕生日ということで獅子座さんっていうところでもございまして、やっぱり獅子座の方ってお優しいのかな。そうですよね、ちょっと勇猛な感じ、強くて、そして強いからこそお優しいっていう、そういう獅子のそんな感じがいたします。ですので僕は獅子座さんを連呼してよかったなって改めて思いますよ。ということでございますから、他の獅子座のさん方も、はい、お便りくださいますことお待ちしてますからね。お誕生日もお祝いさせていただきます。そういうことでございますから、はい、獅子座さんの方はふるってご投稿お願いいたしました、とのとのことでして、はい、とってもとってもお祝いしたくなる、そんなお誕生日の日でございました。じゃあじゃあですよ、あとでもそうですよね、お誕生日って他に話題あったかな、そこ気になりますよ。そうですそうです、あとお出かけとかはされます？やっぱりそれともお仕事三昧でお出かけもできないっていうことございます？本日どうやってお過ごしになられたか、その続報もお待ちしております。はい、そうなんですよ。ですから本当にでもそうだそうだ、はパソコンの前でっていう風に書いていらっしゃいましたよね。ほらほら、ここにパソコンの前で正座して待っていますね、ということでございますから、じゃあじゃあお仕事中だということは、じゃあじゃあやっぱりお仕事ということで今日は自由が利かないっていうところでございますか。せめて夜は自由があればいいなって思います。そうですね、夜は外食とかされてほしいですよね。外食と言ったらサイホニャラじゃなく、あ、サイホニャアじゃない、もうちょっと高いところに連れて行ってほしいですよね。そんな感じはいたしますよね。例えばシホニャラとか、シホニャラ僕好きなんですよ。シホニャラ食べ放題がついてて、はい、そうなんですよ。
僕が引きこもりすって言われる前はシホニャラに結構行ったりした時もあったのでございました。もう本当に何年も行ってませんけれどもね。そういうことでございまして、ちょっとお高めの、はい、レストランに連れて行ってもらえるといいなっていうところをやっぱり願わせていただきますとのとのことでして、じゃあ引き続き読ませていただきますか。引き続き、はい、なんだかもうちょっと僕コメントしたい気はするんですけれどもね、なかなか僕の頭の中でお誕生日イコールこれっていうことがピンとこないのでございますよ。もう気の利かない僕で本当に恥ずかしいばかりでございます。そうなんでございます。そうなんです。でもハッピーバースデー、あ、今比較的出ましたよね。あれかな、なんだろう、キーがちょっとさっきは高かったのかな、どう思われました。さっきは高すぎたよっていうところございます。すみません、はい、もうですので、はい、お歌はちょっと声が出ませんでしたけれども、はい、心だけは込めていたというところは、はい、感じ取っていただきたいと思います。じゃあ引き続き読ませていただきます。そうそう、なぞなぞの答えは全然わかりませんでした。答えどこかでもう言いました？聞き逃したかな？まだだったらどうか教えてください。なぞなぞって頭が固いのか苦手なんですよね。ということでございまして、まだ言っておりません。でも数日この答えを寝かせたことによって、ちょっと答え言いづらいなっていうような気持ちになってます。この答えでいいのかなみたいな気持ちになってます。どうでございましょうか。答え、そうなんです。じゃあ改めてなぞなぞから、でも僕なぞなぞ言った時にこの言葉言わせていただきましたからね。これって全然なぞなぞじゃないよみたいなこと僕言いましたよ。噛みましたけれども、これって全然なぞなぞっていう感じじゃないよねっていうこと、だって答えがこれしかないもんっていうこと言いましたよ。はい、それは改めて言わせていただきます。そうなんですよ、答えがもうそれしかないんですよ、この答えは。そうなんです。そしてじゃあ改めてなぞなぞを言わせていただきます。はい、どういうなぞなぞかと申しますと、はい、ある日ある場所で、はい、お地蔵さんが6体並んで立っておられました。はい、それが数日後、はい、そのお地蔵さんを見ていると、6体のうちの5体が、はい、5体の頭がなんとなくなっておりました。さてそれはなんでだでございます。はい、そういうことでございますよ。はい、もうある場所にお地蔵さんが6体立って並んでおりました。そしてある日見てみると、数日後見てみると、そのうち5体の頭がなくなっておりました。さてそれはなんでだということでございまして、これ僕は答えを言っておりません。ですので気になってくださってありがとうございます。でも先ほども言いましたが、これは全然なぞなぞじゃないよって言われちゃうと思います。はい、だって答えはそれしかないから。はい、そうなんでございますよ。はい、なぞなぞっぽい答えじゃないのでございますよ。でも逆になぞなぞということを言わせていただきます。逆になぞなぞ、はい、ということでございまして、じゃあ答え言いましょうか。言いますか。答え、すっごいこれ抵抗がありますね。
僕の中で答えもう言いたくないなっていうような気になってます。はい、ちょっと申し訳なくて、はい、ということで答えを言わせていただきます。その答えは完全に愉快犯の仕業です。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 どうでございますか。それなぞなぞじゃないよって思われました。もうもう、でもこれですよ。これポイントは、なぜ愉快犯の仕業かと言いますと、ポイントは6体あるうちの、はい、5体だったっていうところに、その狂気性、そしてちょっと楽しんでいるっていうところを感じちゃうところでございます。そうなんです、1体だけあえて残す、そこに愉快犯であるっていうところの大きなポイントを僕は残したのでございます。ます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 ということでございまして、はい、これは明日からも使えるなぞなぞでございますよね。はい、はい、申し訳がございません。僕がすべて責任を負います。僕の責任でございます。そういうことを言わせていただきたいと思います。なぞなぞじゃなくて、なんて言ったらいいんですかね、逆に言えば、はい、逆に言えばこれでも、あー、確かに確かになとはなりますよね。確かにそうだよねっていうふうには、それはそうですよね。それは他に答えないですよね。そういうふうに思いますよ。でも、なぞなぞかどうかは別っていうところを言われちゃいますよね。まあでも、やっぱりあれですよ。所詮、考えたなぞなぞっていうのは、なぞなぞなんてうまく考えることできやいたしませんっていうことを言わせていただきたいと思います。そうですよ。なぞなぞうまく作れる方がいらっしゃったならば、それはもうなぞなぞプロフェッショナラーとして、ちゃんとなぞなぞを世の中に作って発信している、そうした本当にプロの方でございますよ。そうは思いますね。ですから僕に作ることなんて容易にはできないということを言わせていただきたいとは思いました。とのことでして、どうでございました。はい、一応筋は通ってますよね。そこだけは言わせていただきます。ですので、ですので、なぞなぞじゃないかもしれないけど筋は通っているっていうところを、はい、言わせていただいて、はい、僕のなぞなぞはなぞなぞじゃないかもしれないということも頭に入れていただいて、以降のなぞなぞコーナー望んでいただきたいと思います。そういうようにお願いしたいと思います。とのとのことでして、あとはあとは、あ、個人的には答えは次の日に持ち越しでも良いかと思います。次の日も、あ、次の日の楽しみもできますしね。ということでございまして、これ持ち越そうものならばものすごい怒られますよね。そこ僕なんとなく感じております。それはそうかなって思いますが、でもでも、はい、そうなんです。綺麗ななぞなぞができた時には持ち越す、こういうなぞなぞの場合はその日に言う、そういう風にしましょうか。ではなんとなく、なんか申し訳がなくって、いやでもやっぱりそうですね、
やっぱりこうしてせっかくご意見いただけたんですから、なぞなぞの答えは次の日ということにさせていただきたいと思います。そうですよそうですよ、もう何だってそういう風に、はい、もう今の答えだってそういう風に次の日にしても怒られませんかね、大丈夫ですかね。そういうことでございまして、なぞなぞコーナーはあったら答えは次の日ということにさせていただきたいと思います。またまたコーナーがこうしてご意見によって固まりました。こうやって少しずつ少しずつ引きこもりスアワーって作られていくわけですよ。ですから皆様のご意見とってもとってもお待ちしております。そしてこういうなぞなぞあるよっていう、そういうお便りもお待ちしております。はい、そうしましたならば、はい、僕に答えも一応教えてくださいね。はい、じゃないと答え発表できませんからね。ということでして、僕には教えていただきたいとは思いました。ということでございまして、あとはでは今日はこの辺で、またねー。ということで、またを期待しちゃいますから、もう本当に瀬戸香さん、多くのお便りをありがとうございます。いつもいつもやっぱりなんて言うんですか、こう楽しいし、そして知識になる、そうなんですよね。不思議なんですよ。なんか皆さんってお便り上手ですよね。それ思いましたよ、僕の中で。はい、ちゃんとお便りコーナーとして成立するようにお便りを書いてくださるんですよ。ですからお便りが上手だなっていうところを感じて、僕は皆様からいただいているお便りが、ああなんかすごいなっていうのをいつもいつも感じているところでございます。ですから、はい、文章がお上手なのじゃないかなっていうところを思ってます。文章がお上手な方は字も綺麗、そんなような気がいたします。どうでございますか。はい、僕は壊滅的に字が汚いのでございますよ。ですからおしゃべりも苦手なのでございます。文章を組み立てるのが苦手なのでございました。はい、もう本当に僕自身でも書いた字が読めなかったりすることがあります。それぐらい本当に汚いです。でも最近は本当にスマートフォンっていう便利なものができて、本当に僕助かったなっていうのを感じております。メモは全部スマートフォンで済ませることができますからね。そういうことがございまして、メモはとってもしやすくなったこの現代に感謝したいと思います。そういえばちょっと気になるメモがあったんですよ。はい、僕が一番重要なところにメモした、そういうメモの一言があるんです。それがフォトルームっていうメモ、それをしました。フォトルーム、これって何か心当たりございます？フォトルーム、僕は全く心当たりがなくって、何このメモ、しかも重要なはずのところに書かれてるっていうところで、多分重要なメモなんですよ。ですからフォトルームっていうものの何かサービスか何かありましたら僕に教えてください。何か僕はこれは大切と思ってメモした言葉がフォトルームでございます。皆様の中でフォトルームに関して重要なことがございましたらお教え願いたいと思います。くれぐれも僕へ、はい、フォトルームはきっとこれっていうことを教えていただけますと幸いです、とのことでございまして、なんだかちょっと話は脱線しましたが、はい、瀬戸香さんよりいただきました
お便りでございました。瀬戸香さん、改めましてお便りありがとうございます。そしてハッピーバースデーでございます。ハッピーバースデー、わー、ということでございまして、今日はとってもとってもおめでたい日でございました、とのことでございまして、瀬戸香さんからいただきましたお便りでございました。はい、なんだかもうちょっとお誕生日に触れたいな、触れていたいっていう気持ちになりますが、じゃあじゃあもうもうお次のコーナーに行きますか。なんだかそうなんですよね、もうちょっとお祝いが素敵にできたらなっていうのを思いましたけれどもね、難しいな素敵にお祝いするのって。ただただご家族さんがサプライズで素敵なお誕生日を祝ってくださる、そういうことを願わせていただきます。どうなんですかサプライズって。サプライズってまあまあ嬉しい反面、逆にちゃんと意見を聞いて、ケーキとか誕生日プレゼントとか欲しかったよっていうことございません？まあまあどっちがいいんですかね。でもやっぱりサプライズしてくださる、そういう気持ちが嬉しいのでございましょうかね。ですからサプライズはサプライズで嬉しいっていうところでございましょうか。なんだか長く引っ張ってすみませんね。じゃあじゃあ行かせていただきます。お次はお夕飯コーナーとなります。行きますよ。僕の昨日のお夕飯は、ハヤシライスへの特製ソースぶち込みでございます。それというのもこちら、はい、そうです、ハヤシライスに、はい、アジホニャヤさんの特製ソースをたっぷりたっぷりドバドバーっと入れて、そして氷で冷やしたのでございます。僕はアチアチが苦手ですからね、氷で冷やすのはもうもうおなじみになっていらっしゃるかと思います。どうかそこはお気になさらずよろしくお願いいたします。やっぱり氷で冷やさないと僕は美味しく食べることができません。そしてはい、アジニーホニャヤさんの特製ソースを使った結果どうだったかと申しますと、カレーライスの時よりも酸味が消えないのでございました。ですからよりそのアジニーホニャヤさんの特製ソース、その特製ソースらしさが残る、そうした味わいになりましたね。そうなんですよ、酸味が強いのでございますよ。それがまた美味しいと言ったところでもございましょうけれども、はい、ですのでその結果どうだったかと申しますと、このハヤシライスより一層味わいが深みを増して美味しくなりましたと言わせていただきたいと思います。はい、そうなんです、その特製ソース、この味わい、甘みも感じるんですよ。はい、お野菜の甘み、そんな感じがいたしまして、とっても美味しく食べれます。ですからハヤシライスにソースをかけても美味しく食べられるということを僕は改めて言わせていただきます。カレーライスだけじゃないよっていうところ、ハヤシライスも OK だよというところ、しかもアジホニャヤさんの特製ソースっていうところがポイントかもしれませんね。はい、それによって、はい、特製ソースの味わいがとってもとってもいっぱいにじみ出ている、そんなハヤシライスが完成いたしました。美味しく食べることができましたよということでございまして、そうですね、もうとってもとっても美味しく食べることのできたお夕飯でございました、とのとのことでございまして、はい、お夕飯コーナーでございました。ではでは、お一言お便りコーナーに行きましょうか。はい、行かせていただきたいと思います。行きますよ。じゃん、ペンネーム
りいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとうね。お便りコーナーより使ってくださいまして嬉しいばかりでございますですから、ということでございまして、本日のお一言は、はい、サンピアさんでございました。まあいつものことじゃんって思われるかもしれませんが、その通りでございますね。いつもいつもでございます。そんなお便りの内容、はい、拝見しちゃいたいと思います。じゃん、これは、はい、なるほど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 でございますが、ご説明はしにくい、そういうところがあるかもしれません。そして僕は比較的それに合っているかもしれません。そうなんですよ、蝶よ花よと育てられましたかもしれません。まあまあそうですね、かなり甘やかされて育てられました。それを言わせていただきます。じゃあなんで急にそういうことを言い出したかと言いますと、このお一言に関係ございます。はい、まずそうですね、そうですね、まあまあ極端に言えばですよ、極端に言えば大金持ちの、はい、子供さん、そういうところでございます。はい、大金持ちのご両親を持つその子供さんのことをなんて言いますか。はい、なんかありますよね、違う言い方が。はい、あれだな、ほにゃほにゃだなみたいな、なんだかほにゃほにゃだなって、ちょっと悪い言い方ですよねこれ。ちょっとそうなんです、悪口っぽい感じになりますこれ使いますと。ですから皆様はそうなんです、育ちのいい方に対してこういう言葉を使っちゃーめと言わせていただきたいとは思います。そうなんです、ちょっと悪い感じで言うときに使う、そんなイメージがございます。ですので、はい、より一層お分かりになりました。もっと言いますと、そうですね、そうなんです、ほにゃくれ正月、はいはい、そういう言葉もありますよね。そのほにゃの部分を2回繰り返すということでございます。はい、おほにゃありますよね、ご先祖様の魂を、なんて言うんですか、魂にご冥福を祈る、そういう時を、はい、期間をおほにゃって言いますよね。おほにゃって、そのほにゃの部分を2回繰り返すのでございます。もうすぐおほにゃですよね、8月になると。8月になるとおほにゃ休みとかもありますよね、そのほにゃでございます。はい、それを2回繰り返してください。すると大金持ちの、はい、育ちのいいところのお子さんを表現する言葉になると思いますよ、ということでございまして。そうなんです、その言葉を使いまして、語尾には僕を当てはめてくださいませ。はい、僕は何の動物という、その動物の種類を、それによって本日のお言葉が完成となります。どうでございますか。もうもうお分かりにはなっていただけましたよね。そうはなっていらっしゃると信じたいと思います。そして僕がちょっとそういうところがあるって言ったのが、やっぱり世間知らずだから、はい、それでそういう言葉が当てはまる、そういうことを言いたかったのでございますよ。そうなんです、つまりやっぱりちょっと悪い言い方であるっていうところでございますよね。ですからそういう風に言われることがあったならば、まあまあでも軽く聞き流した方がいいとは思いますよ。ちょっとこういう言い方をする方はワイルドな方だと思いますからね。はい、
ですので、ちょっと攻撃的なワイルドな方が使うような言葉かもしれませんね。ということでございまして、どうでございましょうか。お分かりになっていただけました？はいはい、そういうことでございまして、いきますね。それではサンピアさんのお一言行かせていただきますよ。はい、それではいきます。サンピアさんよりの一言、どうぞ。瀬戸佳さん、ハッピーバースデー。ボンボンリス。